たまたま僕は別のグループ後輩たち飲んでて、はい、ね、恵比寿の街歩いてたんです。ほんだらあの甲高い女性の若い女性の声でてめえ近づくんじゃねえよっていう声が聞こえたんで、うん、その時はまあ10メーターもうちょっと離れてたかな。パッと見たらまあこの体型でこの見た目ですから、すぐにお木下やと。だから木下の前に若い女性がいて、いやまあまあまあでも次行こう、触んじゃねえよって言われてるんですよおっさん触んじゃねえよって言われて、言われて、いやもうさっきまで楽しい飲んでたやんって言うてるんですよ僕ずっと隠れて見てるんです触るなっつってんだよ、行かねえっつってんだろって言って、飯食っただけでいいだろうがって言われてるんです。でこれはもう思うよ、これはあの見てしまったことを伝えた方がええなと思って、スーッとあの見えるぐらいの目線のところにパッと見たら、あっていう顔して、で女の子もそれに聞いてパッて振り返って俺がこう笑ってるから、先輩に笑われてんぞ結局その女の子に帰られて寂しそうやったから、一緒にダーツでも行かへんか言って、じゃあじゃあ僕宮迫さんが言われた時に、もう多分ねもう1億3000万ぐらい今日本の一番見られた嫌な人もう親より、いや、また娘よ一番見られた人がスーッと来て、もう見たでみたいな顔すんのもう最悪やと思って、もう一人いらっしゃって、覚えてない、じゃあちょっともう飲みに行くわ言って、ええー、ネタできた言ってどっか行かはった目の前におる子にすごいこと今起こったから、今から俺あの人と喋りに行かなあかんわって言っていろんなフォローもあるし全部説明せなあかんし、この状況、ほんで女の子かで、その行ったんです僕その後に連絡して、僕のそばにはあるゴシップ兄さんと呼ばれてる今田浩二、東野浩二がいるわけですから、最近何かあったかって言われたら絶対言うてしまうやん、あ言うたらかわいそうやかわいそうやかわいそう、ブエーって言ってしまう、あんな面白いことは言ってしまうから、覚醒器ですよ、言わへんかったで、ゴシップ兄弟には、今もう遅いわ